カヤは、ケニア海岸部の後輩地にあたる山間に築かれていた、要塞化した村落のことである。かつてミジケンダ諸民族にとって文化的、生活的に重要な拠点だった場所であり、ミジケンガの起源伝承とも結びついていた。2008年にユネスコの世界遺産リストに登録されたものがある。カヤは、円形の村落で、それを外縁上の森林が取り囲んでいる。 茅野の中央部には宗教上の重要な意味を持つ呪物が埋められており、その周囲に住居や集会場が展開している。周囲の森林は外につながる二本の道を除けば人の手が入らない。原生林で祖先の霊などが出現することもある聖なる森林と考えられており、材木の切り出しなどは認められていなかった。未事件だが東アフリカ海岸部の後廃地に移住してきたのは、 16世紀から17世紀頃と考えられている。彼らはシュングワヤという始まりの地を追われたという起源神話を持つが、シュングワヤの正確な位置は明らかになっていない。彼らの起源神話は、蚊帳の構造と密接に結びついており、集落の中心に埋められているフィンゴも、本来はシュングワヤから持ち込まれたものと伝えられている。 17世紀以降に作られたカヤの中には二次的と位置づけられているものもあるが、本来のカヤとそれらの違いの一つは、フィンゴの有無である。19世紀後半以降、物理的なカヤは廃れていくが、未次ンガの文化的アイデンティティにとっては今なお重要な存在である。この物件は、世界遺産基金からの助成なども受け、2006年に登録申請が行われた。 2007年の第31回世界遺産委員会では情報紹介と決議されたが、翌年の第32回委員会で正式登録が決定した。登録対象は海岸州に存在する以下の9つである。ギリアマ人の蚊ジバナ人の蚊帳、韓米人の蚊帳、リベ人の蚊帳、キノンド人の蚊帳が本来の蚊帳で残りが二次的な蚊帳である。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。